こんにちは、ナッチでございます。3月の16日、3月盛り返しまして月曜日、10時から銀魂コラボ始まっております。銀魂ですよ。まさかの、フェイトかな、ブリーチかなって思ってた方、多かったと思います。僕もそうでした。まさか銀魂ここで2週間やってくるとはね。なんで、とりあえず来週から新しいコラボ始まるってことはないと思うんで、2週間後にフェイトかなっていう感じだと思います。ってことで、新キャラとか、まあ、追加されたんですけども、中でもね、僕的に熱い。いや、世間的にも結構熱いのかな。徳川しげしげでいいんでしょうか。しげしげのガネーシャ衣装ということで。銀魂コラボって、ちゃんとこうコラボっぽくね、衣装着てくれるんですよ。まあ、交換所にはサリアがいたりとか、こういうのいいですよね。お互いのこの衣装とかをね、着合うっていう。まあ、その著作権的ななんか問題があるのかもしんないけど、難しいのかもしんないけど、こういうの結構僕は好きです。はい、ということでこいつの性能がねなかなかすごいということで見ていきましょう。一番すごいのはリーダースキル。ダンジョン潜入時リーダーの時ランク経験値が 1.8 倍などサレーネと同じ。ガネーシャ衣装なのに、ガネーシャなんすよ。サレーネ衣装じゃないんすよ。ガネーシャで同等まで上り詰めたっていうね、まさかので。さらに木の2コンボで12倍、3コンボで16倍と、まあ、ここですよね。サレーネとまず差別する場所、差別って言い方良くないね、差別化するべきポイントというか、まあ、違うポイントね。サレーネは2倍しか出ないんだけど条件ないんですよ。光属性なら OK と。逆にしげしげは木の2コンボが必要、もしくは3コンボなんで、ちょっとパズルとかが複雑になる。変換とかね、花火とかだと倍率が出ません。ただね、いいポイントまだあります。スキブ3つです。これ熱いですね。でさらに固定ダメージ自身が持ってます。これも熱い。ただまあサレーネはね、自身が花火持ってたりとか、だからこいつが出てきたからといってサレーネがオワコンになるわけではないと。この前のゼラメノワ的な感じになっております。みんな違ってみんないいんです。ということで僕はね、貴族性縛りしてることもあるんで、多分使う機会がこっちの方が多いと思うんですよ。はい、母親から強いとね、母親も強いと言っております。ってことで天元、今ね天元来てるんですよ。バズーカなんとね、これ20日間6倍ということで、ちょっとここをね、行ってみよう。とりあえずね、適当に組んでみた感じなんで、これが一番いいとかではないんですけど、やってみます。ソーラーレーザー撃っちゃって、あとはまあ、サレーネより多少スキルが軽いんで、継承もしやすいってのがあるかな。固定ダメージで倒していって、でボスは2コンボやっぱしたいので、ここでバルフレアですね。ドットバルフレアとかいうちょっと影の薄いキャラクターのスキルを使ってこうやると、まあ、できればね落ち込んなしにできた方がいいんですけど、経験値バッジになるものが出てしまったんで、一周だいたい60万です。これうまいんすよね。 10% はでかいよね。ってことでまあこんな感じなのかなっていう天元なら。ちなみにこれがね、今まで使っていたパーティーなんですけど、もうこれもね、そんな変わんないんだよね。結局だって、落ち込んのリスクはあるわけだし、まあ、若干その自傷の時間があるけど、向こうも寄生性があるし、どっちがいいとかはない気もするんだけどね。大して変わんないと思うんですが、前まではこれでやってました。これでも一応倒せます。プラスがなくてもいけます。あとは自身がジンなんですよこれ。しかも結構いい感じの回復も作ってくれるんで、追い打ちも持ってるし無効貫通もできるしみたいな、割とね他の仕事があるんですね。だからもしかすると異形ね、異形とかでは使えるかもしれませんね。サレサレ異形ってのが流行っておりますけども、サレサレじゃなくなるのか、しげしげ異形なんのか。しげしげ異形ならそのコマさんとかのリーダーチェンジの場合は素のスキルが使えますから相性がいいかもしれません。そんなガチでランク上げをしてるわけじゃないんで何とも言えないんですけど、しげしげ異形じゃないね、サレサレ異形だから、しげ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 異形だね。まあ一応進化前はね、多少攻略向きの感じになっておりますけども、ちょっと難しいんだよねリーダースキルね。で武器もありますが、まあ石5個ってこともあってめちゃくちゃ強いわけではない。まあでも傘が強いからな、石5個だからとかいうなんか理由もない気もしますけど。ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。